んこんにちは。今日はお菓子動画です。セブンイレブンに行って美味しそうなお菓子を見つけたので買ってきました。まずこちらがリッツのトリュフ香るカマンベールチーズ、こちら9枚ですね。美味しそうですよね。チーズ大好きだからこういうの見ると本当にすぐ買っちゃいますでこちらが海のクリームチーズ仕立てで、こちらも9枚入りです。チーズにさらに海っていう、なんか海とチーズって合うのかなって思ったんですけど、でもまあなんかちょっと豪華な感じもするし、私ウニは好きなので美味しそうだなって思って買ってきました。であともう一つ、こちらのタケノコの里のレモンタルト味。皆さんはタケノコとキノコどっち派ですか？私はタケノコ派ですでもなんか実際はタケノコの方がなんかチョコレートの量が少ないらしいですね。なんかチョコレートの量で言ったらキノコの方が多いからそっちの方がお得だとかなんとかだって読んだんですけど、でもそれでも私はタケノコが好きです。あとなんか年を取ると年齢を重ねるとキノコ派になるなんていうことも聞いたことありますけど、まだ私はタケノコですね。まだ子供なんですかねでこのねレモンタルト味っていうのがすごく夏にさっぱりして美味しそうだなと思ったのと、私でももう好きなんですよ、酸っぱいのとかさっぱりしたのが好きなので美味しそうだなと思って買ってきました。で今日はこっちの2つを食べてみようと思います。ちょっとタケノコの里はまた後日食べるので、また食べた感想はツイッターとかになるかなと思うんですけど、気になる方はそちらをツイッターをチェックしていただければと思います。ではこちら食べていきたいと思います。はい、開けてみました。なんか中の色もこっちは赤でこっちは青って分かれてました。どっちから食べようかな。じゃあこっちのトリュフ香るカマンベールチーズからいただきたいと思います。こんな感じで見た目は普通のリッツですね。割ってみると、まあ中はなんか特にこうトリュフっぽいような黒っぽいのもなく、チーズが入ってるかなっていう感じですね。じゃあちょっといただきます。食べてみた感じはこのトリュフ香るって書いてあるんですけど、私トリュフを数回食べたことあるか本当食べたことないかぐらいなので、トリュフの味がわからないので何とも言えないんですけど、なんかトリュフよりも私はチーズの匂いの香りの方が強く感じます。食べた感じは結構チーズの味が強いんですけど、でももともとリッツってチーズ味のリッツありますよね。あれのこうチーズをもうちょっと濃厚にした濃くした感じっていう感じですかね。まあ美味しいですけど、まあ普通のチーズサンドリッツ、リッツのチーズサンドでもいいのかなとか思っちゃったりします。はい、では次にこちらのウニのクリームチーズ仕立てを食べてみようと思います。割ってみますね。はい、あ、こんな感じで買いますかね。こっちはもう中のクリームがオレンジ色、ちょっと黄色っぽいです。普通に売られてるリッツのチーズ味の色の中身っていう感じですね。これがウニなんですかね。ちょっと香りを、あ、なんかこれちょっと独特な香りがします。ウニの香りでもないけど、なんかね、チーズの匂いなのかな。これは嗅いだことあるんですけど、結構こう重たいような濃厚そうな匂いがします。ではいただきます。はい、食べてみました。なんかこっちのよりはこの中のクリームがちょっと柔らかめなのかなって、こう噛んだ瞬間に結構柔らかいなっていうのを感じました。で匂いが食べたらすごい口と鼻にかけて広がっていってふわーって抜けていくので、香りの部分ではなんかこっちの方が強いなって、ウニの方が強いなって思いました。でウニの味するかって言われたらちょっと正直しないんですけど、でもこっちのウニの方は食べたらこうなんか甘みがあるというか、ちょっと甘みのあるチーズ味っていう感じがするので、ウニって結構甘いじゃないですか。だからそれがウニ味なのかなって思うんですけど、いいんですか、その解釈でいいのかなでもなんかね、癖があるっていうか、ちょっとこっちのウニのクリーム仕立ての方がやっぱりなんかちょっと好き嫌い分かれそうっていうか、ちょっと癖がある気がします。でこっちのトリュフ香るカマンベールチーズの方はなんか本当にチーズ好きな人は好きだし、まあみんなが普通に食べて美味しいって言ってもらえそうな味ですね。はい、はい、ちなみにこのリッツのお供はこちらの新しく発売された午後の紅茶のこだわり素材のトロピカルティー、カフェインゼロ、カロリーゼロ、沖縄県産果実使用、パインアップル、マンゴー、シークワーサー、
果汁 0.1% を飲んでいました。午後の紅茶、紅茶が好きなのでこういう新しいの出たら飲んじゃうんですけど、これすっごいほんと爽やかで美味しいです、香りもマンゴーとパインの香りが結構強い、塩辛さもするかな、ほんと爽やかなあの香りがします。はい、以上が買ってきたお菓子の紹介と、こちらの2つの味のリッツを食べてレビューしてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もぜひご覧ください。さようなら。